今回セルショーです。パチンコのかまいたちシリーズね、確かに受けるような気がしますね。なんかよくわかります。で、ジャルジャルの寝そべってるシリーズも結構面白くて、顔がこういう風になってたりとか、空気だまりがどうこうとかね、あのやり取りっていうのはやっぱりズームってものが一部の人のものではなくて、まあたくさんの人に認知されてるからあれ面白いんでしょうね。実際ズームをやったことがある人だったらあれは楽しめると思いますけども、そうじゃない限りはいまいちわかんないなみたいなことになるギャグもあったかもしれません。はい、それで今回セルショーなんですけども、セルショーの動画も結構多いんですよ。で、私もセルショーの動画バンバン出すんですけども、時にはね結構な再生回数を叩き出すのもあって、だからこう今だからこそ冷静に振り返っていられるとか、やっぱセルシオも当時は出たばっかりの頃とかリアルタイムでやってる頃って、その情報が少なかったりね、それからまだいまいちよく分かんなかったりするんだけども、時代が経って今レクサスとか他の車種と比べてみたりとか、ワンボックスとかミニバンが主流になった時、 RV が主流になった時にセルシオを振り返ってみたら、あ、こんな魅力があったねとか、この機能結局誰が使ったのみたいなね、豪華すぎるパッケージとかがあったりとか、はっきり言って後部シートのいっぱいボタンがあるじゃないですか、そのヘッドレストに。あれ何使わないだろうみたいな、そもそもセルシオで4人がいっぱいになることってあるのみたいな。だいたいセルシオ乗ってるやつって1人で乗ってて、1人で列に入って、でもう後部シートなんかね、ウーハー積んだり荷物がいっぱいあったりとかして、誰も乗れないような大前提だったり、トランク開けたらそこにもね重低音のやつがあったりとかして、何なんだよみたいなねほとんど1人乗りみたいな感じだったりするんですよね、うん、それに比べると今なんですかね、ミニバンっていうのはファミリーで乗れたりとか仲間同士で乗れたりとか、本当機能性が優れていてね、なんか時代が変わったなと。だからこそ懐かしいんでセカンドカーでセルシオを買うと今安いわけですから。なんかテリー伊藤さんがね30万円以下でなんか車を買うみたいなシリーズがあったんですけども、なんかセルシオも30万以下で出てましたよ当時の憧れのね、それこそ800万1000万迫る勢いの車がなんと30万って言ってね、一番高いのはなんか税金とかになってみたいな、ガソリン代が毎月ね5万とかかかるみたいなね、そっちの方が高いんじゃないかみたいな、そんな振り返りもできるかなと思いますよね。だから昔のことも結構こう YouTube っていうのは使えるっていうのはいいですよね、うん、なんか何でも鑑定団じゃないですけども、テレビ探偵団の個人版っていうのもできたりとかね、 BS ヤワーみたいなのも一人でできたりとかしますからね。確かに